19世紀、イングランド北西部マンチェスターの工場群。技術進歩によって石炭は産業革命の主要なエネルギー源となり、その消費量は大幅に増加した。ジェボンズのパラドックスとは、技術の進歩により資源利用の効率性が向上したにもかかわらず、資源の消費量は減らずに、むしろ増加してしまうというパラドックスである。1865年。 イギリスの経済学者、ウィリアム・スタンデー・ジェボンズが、著書、石炭問題の中で、技術の進歩によって、石炭を、より効率的に利用することができるようになった結果、より広範な産業で石炭が使われるようになった、ことに注目し、普通直感的に理解するのとは逆に、技術の進歩が、燃料消費量の減少をもたらすとは限らないと、唱えた。この問題は、 エネルギー効率の改善による消費のリバウンド効果を研究する経済学者によって近年再検討されている。効率性の改善は、ある特定の利用に必要な資源量を減らす一方で、資源利用コストを下げ新たな資源需要を増やすため、効率性の向上によって得たエネルギー節約分は相裁される。さらに効率向上によって、経済成長が促進されるため、 さらなる資源需要が生まれる。ジェボンズのパラドックスは、需要の増加が節約効果よりも大きく、全体として資源利用が増えるときに起こる。ジェボンズのパラドックスは、効率性の向上が燃料使用量を増やすことを示すとして、省エネが無駄であるとする主張の根拠に使われてきた。だが一方で、効率性の向上は、物質的な生活水準の向上をもたらしうるもので、あり。 効率性向上によるコスト差が環境税やその他の省エネ政策によって同程度に維持されれば燃料使用量は減る。ジェボンズのパラドックスはエネルギー効率を高める技術進歩だけがある場合にのみ当てはまり省エネ基準を定めたり税でコストを増やすような政策がある場合には成り立たない。19世紀イギリスの経済学者ジェボンズ。ジェボンズのパラドックスは ウィリアム・スタンレー・ジェボンズの1865年の著書、石炭問題の中で初めて言及された。同書で、ジェボンズは、エネルギー効率の向上は燃料消費量の減少よりもむしろ増加をもたらすとして燃料の経済的使用が燃料消費量の削減に相当するとするのは考え方が混乱している。本当はその逆だ。と述べている。ジェボンズは、 ジェームズ・ワットにより石炭を燃料とする蒸気機関が導入された後石炭の消費量が急激に増加したことに着目した。ワットの蒸気機関はトーマス・ニュー・コメンがはじめ設計したものと比べ大幅に効率が良くなったものであった。このワットの発明によって石炭はより費用効率の良い資源となり蒸気機関はより幅広い産業で利用されるようになった。つまり、 ある一つの場所で必要とされる石炭の量は減ったかもしれないが全体的な石炭の消費量は増加したのである。産業革命当時のイギリスでは石炭資源が急速に減少することが懸念されていたが専門家の中には効率性をさらに向上させることによって石炭消費量は減ると唱える者も,もいた。ジェボンズはこの見方は誤っていると主張し効率性の向上は 石炭消費量のさらなる増加をもたらし、イギリスの石炭資源の枯渇を促進するものであると指摘した。エラスティックデマンドフォーワーク、縦軸、価格が半分になった時の横軸、数量の増え方が2倍以上であるため、全体として燃料需要は増える。ジェボンズのパラドックスが発生する。イネラスティックデマンドフォーワーク、縦軸、価格が半分になった時の横軸、 数量の増え方が2倍以下であるため、全体として燃料需要は減る。ジェボンズのパラドックスは発生しない。ジェボンズのパラドックスを理解するための一つの方法として、資源の利用効率性の向上は、その資源によって得られるものから測ったその資源価格の下落をもたらす点に注目したい。一般的に財やサービスの価格が下がると需要は増える。したがって、 仕事の価格が低くなるとより多くの仕事が購入され、間接的により多くの燃料が購入される。このような需要増はリバウンド効果と呼ばれている。需要の増加は効率性の向上による需要低下分を埋め合わせるほど大きい場合もあれば小さい場合もあるが、ジェボンズのパラドックスはリバウンド効果が100%以上、すなわち効率性による需要減少以上に 需要の増加が生まれた場合に起こる。100%を超えた分はバックファイヤーと呼ばれることもある。単純なケース、財が燃料だけの完全競争市場で燃料価格だけが仕事の価格の決定要因であるとする。燃料価格が一定のまま燃料の仕事への転換効率が2倍になると仕事の実行価格は半分になる。 つまり同じ金額で2倍の仕事を購入できることになる。この時、もし購入される仕事の量が2倍以上であれば、使用される燃料の数量は、効率が上がる前と比較して、増えこそすれ減りはしない。しかしもし仕事の需要が非弾力的であれば、購入される仕事の量は2倍以下となり、使用燃料量は減る。完全解析では、生産物は1種以上の材を使用し、 それ以外の要因も仕事の価格に影響することを考慮しなければならない。こうして燃料効率以外の要因を考慮に入れるほど燃料効率の仕事価格への影響は減少しリバウンド効果は減衰されジェボンズのパラドックスは起こりにくくなる。さらに燃料需要の変化は燃料価格に影響を及ぼし仕事の実行価格にも影響する。1980年代 経済学者のダニエル・コッツワアムとレナード・ブルックスは社会におけるエネルギー利用の側面からゼボンズのパラドックスを再検討した。英国原子力公社のチーフエコノミストでもあった。ブルックスはエネルギー消費量を減らそうとしてエネルギー効率を向上させるといった試みは経済全体としては単にエネルギー需要を増やすことにしかならないと主張した。コッツワアムは カリフォルニアエネルギー委員会が定めた家庭電化製品の性能基準においてリバウンド効果が無視されているといったより強犯なケースに取り組んだ。1992年経済学者ハリー・サンダースはエネルギー効率の向上はエネルギー消費を減らさずにむしろ増やすように作用するとするこの仮説をコッツワーム・ブルックス仮説と呼んだ。またサンダースは コッツワームブルックス仮説は新古典派成長モデルと矛盾しないことを明らかにした。サンダースによれば、エネルギー効率の増大は2つの方法で、エネルギー消費の増大をもたらす。1つ目は、エネルギー効率の向上によって比較的安価にエネルギーを利用できるようになり、利用が促進されるというもの。2つ目は、効率向上によって経済が成長し、経済全体として、 エネルギー利用量が多くなるというものである。ミクロ経済のレベルでは、リバウンド効果があったとしても、エネルギー効率の向上は通常エネルギー消費の減少という結果をもたらす。つまり、リバウンド効果は100%を超えることはない。しかし、マクロ経済のレベルではより効率的なエネルギーにより、経済成長が早まり、回り回って、経済全体としてのエネルギー使用量は増える。 サンダースは、ミクロ経済及びマクロ経済の両効果を考慮した場合、エネルギー効率向上させる技術進歩は、全体としてエネルギー使用を増大させる傾向にある、と結論付けている。ジェボンズは、燃料効率の向上は、燃料使用の減少ではなく、増大を招く傾向にあると警告した。これは、燃料効率の向上が無価値であるという意味ではない。 燃料効率の向上は生産力と物質的生活水準の向上を可能にする。例えば、より効率的な蒸気機関は物資や自民の輸送コストを下げ作業革命に貢献した。一方で、コッツワームブルックス仮説が正しければ燃料効率の向上では化石燃料の枯渇度合いを減らすことはできない。ジェボンズのパラドックスは時に省エネが 無駄との主張の根拠に使われることがある。例えば、石油をより効率的に使用したとしても、それは需要の増加を招き、ピークをいる到達を遅らせるものではない。この主張は、通常環境政策を強制したり、燃料効率性を向上させるべきでないとする理由として挙げられる。この主張に対してはいくつかの問題点が挙げられる。第一に、先進国における、 石油市場など成熟した市場では直接的リバウンド効果は通常小さいため燃料効率の向上は資源利用の減少をもたらすのみで他の条件は変化しない。第2に仮に燃料効率の向上が燃料使用量全体の減少に結びつかなくとも燃料効率が上がることに付随して他の利便もある。例えば燃料効率の向上は ピークオイルに付随して起こる燃料価格上昇を和らげ燃料不足や混乱を軽減しうる。第三に環境経済学者が指摘するように政府による何らかの干渉がある場合燃料効率が上がってもコストは同額あるいは高額になり燃料使用量は減少する。ジェボンズのパラドックスは燃料効率を上げるだけでは燃料使用量を下げることはできず 環境エネルギー政策に効果を持たせるためには政府は環境税など他の政策を合わせて運用する必要があることを示している。ジェボンズのパラドックスが当てはまるのは燃料効率を高めるような技術的進歩だけであるので同時にコストを増加させるような保護基準を強制すれば効率の向上が逆説的に燃料使用量を増やす原因にはならない。技術進歩による 効率向上を実効性をもって燃料使用量削減につなげるためには環境税、キャップトレード、燃料税を高く設定するなど需要をし下げるような政府の介入が不可欠である。環境経済学者のマティースワケナゲルとイリアム・リースは効率性向上による費用の節約分は税で総裁されるか、または経済循環の中で取り除かれる方が良い。 できれば自然資本の回復に充てられるべきだと述べている。生態学的に持続可能な活動を促進するための政府介入も、その経済的負担を緩和すれば介入そのものがより受け入れやすいものになり、より実施可能性がより高まるかもしれない。ありがとうございます。